お薬を使わずに血圧を下げる方法を、皆さん運動すると血圧上がるって思ってませんか？血圧を下げるために控えた方がいいものがあります。塩といえば塩辛いものって思いがちですよね。こんにちは、マインドフルヘルスのドクターあきこです。マインドフルヘルスでは痩せない、眠れない、疲れる、そんなお悩みを解決するお手伝いをしています。今回の動画ではお薬を使わずに血圧を下げる方法をご紹介したいと思います。血圧高いって言われたけど薬飲みたくないなーと思う方もいらっしゃると思います。外来でもそんなお悩みよく聞きます。薬って一回飲み始めたら一生飲まなきゃいけないんじゃないですかって言われるんですけど、そんなことはないんですよ。生活を整えればちゃんと血圧は下がります。もし今お薬を飲んでいる方も、突然薬をやめるのではなく、薬を飲みながら今からご紹介する方法を試していただいて、だんだん下がってきたらお薬減らしたりやめることができると思います。ぜひ最後まで聞いていただければと思います。まず血圧ってどうやったら下がるのかと大まかに言いますと、一番確実な方法は体重を減らすことです。体重と血圧は同じように下がっていきます。相関関係なんですね。とはいえ体重下げればいいって言われても体重がなかなか減らせないんですよと言われちゃいますね。そんな方のために体重以外のところを今日お話ししたいと思います。まずは食べるものです。何か食べて血圧が下がるならそれは食べたいですよね。そんな時に食べていただきたいのは野菜です。野菜の中でもほうれん草とアボカドがおすすめです。ほうれん草やアボカドにはカリウムがたくさん含まれてるんです。カリウムをしっかり摂ると血圧が下がりやすくなります。ただし腎臓の悪い方はカリウム摂りすぎはよくありませんので、主治医の先生と相談しながら進めてください。アボカドをそのまま食べたり、ほうれん草を茹でて、その茹で汁もできれば残しておいていただきたいなと思います。ほうれん草は生で食べるのがベストです。血圧を下げるために控えた方がいいものがあります。それは添加物なんです。塩も控えた方がいいですよ。塩の摂りすぎは確かに血圧を上げることがありますが、塩といえば塩辛いものって思いがちですよね。だからこそ塩辛いものだけを減らそうとする方が結構いらっしゃるんですけども、私たちが摂ってる塩分はそういう塩辛いもの以外でもたくさん摂ってるので、そちらにもぜひ注意を向けていただきたいんです。そこで注目したいのが添加物なんですね。例えばパッケージされているもの裏を見ます。そうするとなんとかナトリウムって書いてあるの結構多くないですか？例えば今私は手元にサキイカを持っています。サキイカってそんなに塩辛くないですよね。塩分がたくさん入ってるってイメージないかもしれませんが、この裏の原材料名を見てみるとリン酸ナトリウムというのが入っています。なんとかナトリウムっていうのは結構いろいろなものに入っています。でも私ベーコンも持ってますけども、ベーコンの裏にはこれもリン酸ナトリウム、それから亜硝酸ナトリウムというのが入っています。このように加工食品には多くのナトリウムが入っているんです。ナトリウムというのがまさに塩のことですね。 NaCl が塩なので、入ることによって血圧も上がりやすくなります。塩辛いものばっかりに注意せず、加工食品には添加物がたくさん入っていて、それが血圧を上げているんだということに気がついていただき、できるだけ自分で調理して野菜をたくさん摂り、加工食品は減らした方が血圧は下がりやすくなります。カップラーメンとか外食とか、そうしたものにも塩分や添加物たくさん入っているので、本当に注意をしなければなりません。甘いお菓子にも意外とお塩入ってます。しっかりとチェックして、血圧が高い方はあまり食べないように気をつけていただきたいと思います。そして最後に運動です。皆さん運動すると血圧上がるって思ってませんか？思ってる方結構多いんですよ。外来では血圧測ってもらうことが多いんですけども、うわ高いっていう時に、そう先生私今日走ってきたんですよ、走ってきたから血圧高いんですよって言われるんですけども、本当にそうでしょうか？実は運動すると血圧って下がるんです。運動した直後でも心拍数がどんどん上がった状態から心拍数がどんどん下がっていくので、走るのをやめて血圧を測っている時には心拍数はどんどん減っています。でも走っている時に血管が開いてるんですね。開いた血管は結構そのまま開いたままになっているので、走り終わって血圧を測っている時には血圧は大抵下がっているんです。なので走ってきた人が血圧が高かったら、普段はもっと高いかもしれないということなんですね。そして測った直後だけ下がるわけではなく、毎日ウォーキングとかジョギングとか運動を続けている人、特に有酸素運動をしっかりやっている人は血圧が下がっていきますので、運動は血圧に効きます。ということで血圧を下げる方法、まずは体重を減らすこと頑張っていただきたいんですけれども、それがなかなか難しい方はお野菜をたくさん摂る、特にほうれん草とかアボカドを生で食べることをやってみてください。大豆も調理に味付けを濃くし
しすぎなければ OK です。そして添加物を取りすぎないことですね。加工食品はできるだけ少なめにすると血圧が下がりやすくなります。最低でもカップラーメンは避けるようにしてください。そして運動です。運動をすれば血圧下がりますので、ぜひとも運動をしっかりしてみてください。以上、薬を使わずに血圧を下げる方法でした。この動画役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。評価ボタンとかコメントも書いていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。